くん、後でこの埋め合わせするから。ええ、大丈夫です。じゃあ、行きましょうか。どうしたの？口数が少ないけど、何か心配事？まあ、ちょっと引っかかることがあって。うん。何かありそうね。ディミトリー・ユーリエフ氏を知ってますよね？ディミトリー・ユーリエフ元議員？ジュニア君のお父さんよね？それが？プロジェクトゾハルの主幹が摂食症委員会から完全に軍に移って、その指揮を取っているのがディミトリ・ユーリエフ氏なんです。で、今回の模擬演習に使用される次期主力機の開発も彼の指示によるものなんですが。委員会から軍に？随分ときな臭そうな話ね。ええ、この次期主力機っていうのがかなり厄介な代物で、今回のコスモス開発計画の中止だって政府からの圧力がかかったって噂もあって、上の方で何か良くないことが動いている気がするんですよ。ユーリエフ元議員って連邦議会でもカリスマ的な存在だったんでしょ？軍とのパイプも太かったと聞きます。それで圧力か。でもコスモスの件については私にも少なからず責任があるんだし、アレン君の考えすぎってことはない？僕もそう思いたいんですけど。歯切れが悪いわね。主任も見れば分かりますよ。